夏の高校野球静岡大会は4回戦が行われ、シード校の浜松開誠館が強豪浜松商業と対戦しました。浜松開誠館は1回2アウト1塁から4番本田の右中間を破るツーベースで先制します。1点を追う浜松商業は5回7番大石がレフトオーバーのツーベース、その後フォアボールと2つの盗塁などで2アウト2塁3塁とチャンスを作ります。しかし開誠館の先発2年の松井が続くバッターを三振、浜松にホームを踏ませません。その裏開誠館は2アウト1塁で2番弘前、レフトの頭上を起こすツーベースで2対0とします。さらにこの回クリーンナップの2本のタイムリーでリードを4点に。その後も開誠館の松井が浜松打線を抑え完封勝利、浜松開誠館が準々決勝に駒を進めました。今日は結構いい感じでしておったんで、結構ノリノリで、自分もノリノリでしっかりテンポできるし、次もしっかり勝つだけなんで、どこが来てもしっかり自分のピッチングしようと思います。